カワセミ科は、鳥類仏法層目のトガである。カワセミと総称される。ただし競技には、その一種ある程度アトテスをカワセミと呼ぶ。また大型のものを、ショービンと呼ぶが、競技には、ショービンは、エ a アトテスの別名である。アフリカ大陸、オーストラリア大陸、ユーラシア大陸、インドネシア、日本、フィリピンオーストラリアか、東南アジアの熱帯雨林が起源である。 頭部は大型で、頸部は短い。胴体は頑丈。甲子は短い。第二種と第三種は部分的に融合し、第四種が退化した種もいる。森林や草原、水辺に生息する。多くの種は単独やペアで生活し、縄張りを形成する。多くの種で渡りを行わない。植生は動物食で魚類、両生類、爬虫類、昆虫などを食べる。 もともとは地表の昆虫を捕食していたが、植生の文化に伴い捕食の方法も異なり、樹上からもしくは低空飛翔しながら、水中の獲物を探し急降下して潜水し獲物を捕食する種もいる。地中に掘った穴やシロアリの巣、軌道などに巣を作る。蜂食いもどきかも持ちだえと、姉妹群である。三赤に分かれるが、三赤間の系統関係は不明確である。 カワセミアカが最初に分岐した可能性が高いが、確実ではなく、ヤマセミアカが最初に分岐したとする研究もある。シブリーアルクイストは、カワセミカの3アカを3カに分離した。彼らは、カワセミカを、カワセミコ目、アルセドネダ、ショービンカヤマセミカを、ヤマセミコ目、セラリダとし、それらは、姉妹軍だとしたものの、それらを合わせた抗議のカワセミカに分類軍は、 与えなかった。二課に分ける説もあり、小瓶赤やませみ赤を、山ませみ化として分離する。あるいは系統的には疑わしいが、小瓶赤のみを分離する。国際鳥類学会議による、19属95種、日本産は6種。開発による生息地の破壊、水質汚染、狩猟などにより、生息数が減少している種もいる。ありがとうございます。